年寄りなんで、パソコンまで年寄りの真似して反応が出てくるので、なかなかちょっと困ってるです。ちょっとパソコン立ち上がるまでちょっと、自己紹介がてらちょっとお話しします。実は私、定年まで、60歳まで消防署の方に行ってました。で、消防署終わりまして、実はお宅に漏れず、そののんびりとマタギをしながらミツバチで向かって、のんびりとその第二の人生って言われてるんですが、余生を過ごしたいなと思っていたところでした。ところがやっぱりこの金山町の現状、さっきも話してたように人口2300人くらいしかいなくなっています。私が小さい頃は、一番多い時で1万人超えるくらいの人口いたんですが、私がその消防署入る頃でも5000人くらいいたんですが、2300人というところに、65歳以上の高齢化率っていうのが、県内で一番です。県内で一番ということは東北で一番で、全国で一番ということで、60% 近くなっています。今何とかしないと、本当にこの金山町っていう町がなくなってしまうと思って、いろいろとやりたいなと思っているところです。皆さん、マタギって知ってる人いますか？僕少しだと思うんです。で、今マタギって言っても、そのマタギっていう言葉すら、マタギって何やってるんだべ、どんなことやる人なんだべっていうくらいで、実はマタギっていうの歴史的には1000年くらいの歴史があるそうです。で、室町時代の前の頃から、一番最初の人は万事万座郎という人だったそうです。その人が、日光大権現様の、頼みで、大蛇、悪い大蛇を退治したっていうんで、その時から日本全国の山でその狩猟、獣をとってもいいっていう免許をもらったのが一番の始まりだというそうです。で、そのマタギ、本来は皆さん学生さんなんで、本なんかもいろいろ読んでると思うんだけど、例えば黄色い牙とか開口の森とかっていうので、マタギのことを題材にした小説っていうんで直木賞の本をもらって、多少はその知ってる分もあるかとは思うんですが、本来はマタギっていうのは獣を取って、獣の皮とか肉とか、まあ熊の場合だと熊の胃とかっていうのを打って、それで生活をしていたっていう人のことをマタギって言います。で、今の時代、こんな時代ですので、それで生計を立ててる人っていうのは全国で、誰もいません。ですが、その千年くらい続いたマタギの文化っていうのは、その獣に対して、他の山の自然に対してっていう、マタギの人たちの考え方、物の見方っていうやつが、ものすごく素晴らしい文化があって、それでその千年もの間、マタギっていう文化として、続いてきた文があります。で、その文化というようなものをこれから先の人にもぜひ知ってもらって、受け継いでもらえるといいなと思って、マタギというのを名乗っています。金山町には三条っていう部落があります。今は廃村になってしまって、人が誰もこう住んでないんですが、その分その部落の人は、木地市
って言ってもわかんないな、山の木を切って、それで、お椀とか、しゃもじ、しゃもじって言ってもわかんない、あんばかりかな、味噌汁をすくう時のこうスプーンの器用なやつ、そういうしゃもじみたいなのを作って生活していたんですが、その人たちがマタギをやって、普段の時はそうやって、その木獅子をやって生活していた。で、私が、若い頃って一番最初に鉄砲を始めた頃っていうのは、まだその山頂っていう部落が残っていまして、住んでる人もいました。で、そこの人にいろいろと話を聞いたり、ただもうその頃の時代、その山上でマタギをやってた人たちはだいぶ年になりました。一緒に山へ行くっていうのがあんまりなくなってしまって、私が山上に行ってその人たちにいろいろ話を聞いて、山ではあるんだこうなんだっていう話を聞いたり、熊の穴はあそこの山のこういうとこにあるんだとか言って話を聞いて、私が山に行ってそれを確認してきたりっていうのをこう続けて、いろいろそのマタギについて教えてもらったところです。一番には、私の親父がやっぱりマタギをやってまして、親父と一緒にごく若い頃、中学校の頃までなんですが、一緒に山行って教わったなんていうとこから始まっています。そのマタギなんですが、一年中漁をやってるわけではなくて、もちろん今ですとその狩猟法っていう法律がありまして、11月15日から2月15日昨日までですが狩猟の期間です。ただ今獣害、獣の害っていうのが多くなってまして、福島県では、イノシシだけは3月15日までとってもいいようになってます。で、マタギは獣を取る時期はその2月15日、3月15日までなんですが、それ以外の時期っていうのはごく普通の生活をしています。で、私の場合、ニホンミツバチなんかを、自分が好きだっていうせいもあるんですが、本来の、自然っていう中にニホンミツバチっていうのはものすごく大事な役目を果たしている分があるんで、そのニホンミツバチの生態が知りたいっていうんで、ニホンミツバチなんかもいっぱいやっています。なんでそのニホンミツバチがその自然の中で大事なのかっていうと、ニホンミツバチは東洋ミツバチ、東洋ミツバチって言いまして、日本から中国、西側に行って、インドのちょっと西側くらいから東南アジア全域に来ます。それが東洋ミツバチっていうんですが、4つの足があります。で、その中の一つが日本にいるミツバチが日本ミツバチっていう蜂です。で、亜種ですが日本固有の蜂です。体格的に言うと西洋ミツバチって皆さん知ってると思うんですが、西洋ミツバチの、3分の2くらいの大きさ、一回り小さいっていうくらいです。長さで言うと大体 0.9 ミリ、1センチにならないくらいのです。西洋ミツバチが大体1センチから1センチ、1ミリくらいの大きさです。2ミリくらいしか違わないんで、大した違わないでって思うんだけど、この昆虫の2ミリくらいの大きさっていうのはものすごく差があって、かなりその飛ぶ距離とか、蜜を集める量とか、っていうのが差が大きく出ます。普通の西洋ミツバチだと蜜を取るのが1年でだいたい100キロ前後、
の蜂蜜が取れます。それは一つの群れです。だいたい2万匹から3万匹くらいの蜂がいて、その一つの群れで100キロくらいの蜜が取れるんですが、日本蜜蜂だとやはり2万匹くらいの一つの群れで1年間でだいたい5キロくらいの蜜しか取れません。本当は今日その蜂蜜を持ってきて皆さんにこう味見してもらえると一番分かりやすくていいんですが、実は昨年蜂が具合悪くって蜜が本当に少ししか取れなくて、全体で50キロくらいしか取れなくて全部なくなってしまって残念ですが、話だけで大変申し訳ないんだけど、多分皆さんが普段舐めてる蜂蜜、市販されてる蜂蜜とは味が全然違いまして、多分今まで舐めたことないような味の蜂蜜だと思います。ですんで、まあ、今回こうやってボランティア来てもらったんで、この後遊びに来た時にぜひその日本蜜蜂の蜂蜜っていうのを味わってもらいたいな。話がちょっとそれちゃったんだけど、その自然に対して必要なものっていうのは、ミツバチ今、アメリカ大陸あたりでは大規模な農業って言って、農業の規模がものすごく大きいっていうのでやっています。アメリカ大陸には もともとミツバチがいない国なんです。いなかったんですが、西洋ミツバチを持っていって、西洋ミツバチで受粉をさして、いろんな野菜とか果物とかを作っているっていうような状況です。日本もかなりそれに近くなってきまして、皆さん今年イチゴ食べた？まだ食べてない。でも去年からだと食べてるよね。多分日本で今食べてるイチゴほとんど 100% 近くがミツバチの交配によって受粉させてできているイチゴです。日本もそんな時代になってきました。で、また日本ミツバチの話に戻って、日本ミツバチが自然の中で大事だっていうのは、日本の、山森林っていうのは植物多様性が世界一進んでるって言われています。その多様性に富んでるっていうのは、ミツバチがいろんな木いろんな花に行って、受粉を刺して実を作ってるからって言ってます。ただ本当は日本ミツバチだけではなくて、例えばハエの仲間とか、アブの仲間とか、もっと他の、花蜂っていう蜂がいるんですが、そういう仲間とか、そういう、他の仲間も含めて、その中の代表選手が日本ミツバチです。で、日本ミツバチが、その山の木とか花の、花に行って花粉を集めるために、蜜を集めるために受粉をします。そうするとその実がいっぱいなります。実がなったところでクマが出てくるんです。で、日本の山はその日本ミツバチとクマが作ったもんだっていうふうに言ってるんですが、日本ミツバチがそういう木とか花の実を作って、それをクマが食べて歩きます。もちろんその食べるのはクマだけではなくて、もうちょっと小さい小動物もいろんな動物が食べています。その中でやっぱり代表がクマなんですが、クマが食べて山の中を歩いてると、そこら中でこう糞をして歩きます。そうしますと糞の中に
そのできた実の種が多く入っています。液化っていうんですが、例えば、リンゴとか梨とかっていうやつは外側に実があって内側に種が入っています。そういうのが液化っていう。でその液化を食べることによって種が壊れないで中に残って糞と一緒に山中にばらまかれます。そうしますとその種が山中至る所で発芽して新しくその木がまた出る。クマってあんな大きい体してるんですが、実はかなり小さい実を好んで食べます。このさっき言った団子刺しに使う水木っていう、この辺で水の木って言ってるんですが、黒いこんな小さな実がなります。そんな木も喜んで食べます。みんながさくらんぼっていうと店屋さんに売ってるこう佐藤錦とかいうこんな大きいさくらんぼっていうのを思い浮かべると思うんだけど、普通のこの辺に桜の木っていうとソメイヨシノっていう桜の木が多いんですが、そこには黒いこんなほんの小さなさくらんぼがあります。山の中に行くと、山桜っていうのは今この辺で9種類の山桜、いろんな山桜があります。それがそれぞれにこのくらいのほんの小さな、実を作ります。でその実をかなりクマが好きなんです。で、実がなりますと実が熟する日にちまで、多分匂いで分かるんだと思うんですが、ちゃんと熟する日が分かって熟する日にその桜の木に登って実をかなり食います。で熟しすぎると実が落ちて地面に落ちてしまうんで、落ちる前にちゃんと木に登って食っちゃいます。そうしますと、その種が山中にまたばらまかれて、桜、山桜がまた増える。最終的にはクマが自分の食料となる餌っていうのをその増やして、クマ自身はあんまり意識してないのかもしれないけど増やしてるっていうことなのかもしれません。実はこの映画の中でもうちょっと話してるんですが、クマが生活できないような自然だと人間も生活できないっていうようなことを映画の中で話をしています。それっていうのはやっぱりクマが生活できるくらいのちゃんとした自然、ちゃんとした森、ちゃんとした山っていうやつが存在しないと、その周りに住んでる人間っていうのはちゃんとした生活ができない。要するに環境がそれだけ壊れていると人間の方にも影響してくるっていうことだと思います。この金山町っていうのはさっきも話あったようにほとんど 99% くらいは、山です。山と川だけです。まあ、正確に言うと 95% くらいが森林でっていう、その森林の中に人工林っていうのは道路沿いのところは杉の木っていう人工林っていうのは、あるんですが、そこから外れた、山奥の方はほとんどが、天然林です。その天然林があるおかげで日本ミツバチもちゃんと生活できるし、クマもちゃんと生活できる。ひいては人間もちゃんとした生活ができる。さっき西脇さんが言ってたように金山町って何もないとこだから、実はやっぱり今日本で
その何にもないっていう自然のままの町とか村とかっていうのはかなり少なくなってきてるように思います。それは山とか森林とか森とかっていう、その自然っていうものに若い人が興味を持たなくなって、経済優先の社会になっている部分があるのかもしれません。皆さんは今大学生で卒業したらどっかに就職してって言って生活をしていくわけなんだと思うけど、少なくともこの金山町に除雪ボランティアとして来て、その自然っていうのを、頭の中で考えるんじゃなくって肌で感じてってください。で、その仕事をしてお金を稼がないと飯が食えないっていう部分はあるんですが、その中でも自然っていうのを感じられるような、自然っていうのを、体感できるような生活をしてもらえるといいなと。学校が終わってそうやって社会人として社会に出てくと、かなりストレスも多い社会になっていると思います。でそんな時に、この金山のような、山の中の自然があるところに来て、そのストレスの多くなったこう気持ちを、リフレッシュしてもらって、また、そういう、ストレスのある社会に帰っていく、そういうのができるとかなりこう、能率も上がるかと思います。ご質問ある方ですか？はい、じゃあ大丈夫です。はい、ご質問ではまだありますけど、はい、ご質問では、はい、マタギとしてどのようなお仕事を、はい、ですね、本来は熊だけを追っていたんですが、ここ10年くらい前から、日本鹿、尾瀬の方に日本鹿が増えたっていう話をみんな知ってますから、ね、実は日光国立公園の方から日本鹿がものすごく増えまして、尾瀬の方に、その増えた分が流れてきました。日光も国立公園があるんですね。で、貴重な湿原に貴重な植物がいっぱい入ってるっていうんで、日光でも、国の方で指定している国立公園なんで、その湿原を保護しています。それを金網を巻いて鹿が入らなくなった。それが尾瀬に来たもんですから、尾瀬の方も国立公園なんで、国の方で尾瀬湿原と尾瀬ヶ原って言われるとこ全部に金網に回して、尾瀬の湿原に日本鹿が入れないようにしています。今、その日本鹿が、尾瀬の方から金山町の方にもものすごくいっぱい入ってきて来始めています。で今の時点ではまだ被害等はないんですが、近い将来必ず農業被害っていうのまで出てきます。実は、そうですね、東京から西の方、静岡県なんかはかなりひどいんですが、静岡県の方に住んでる人はいないよね。静岡県でも、あの辺から西側に行きますと、山の中行くとこの辺の地域と同じくらいの山の中なんです。田んぼって言ってもこの部屋くらいの小さい田んぼ、山の中にあったりしてるんですが、日本鹿とイノシシの被害がひどいんで、ほとんどの山の中行くと電気柵が回って、で田んぼのあぜ道ってこのくらいのほんの狭いあぜ道なんですが、両側の田んぼに電気柵がこう回ってるんで、
電気柵に触るんじゃねえかって思うくらい、気をつけて歩かないと通れないくらいです。部落の中は、こういう、集落の中、日本時間が入ってこないように3メーターくらいの高さの金網で部落を囲っています。人間が金網の中に入って生活しています。そうしないと、畑で作物も作れないし、何もできなくなってしまう、そんな状況になっています。今はこの辺は大丈夫なんですが、近い将来にそんな時代になってきます。ですので、そういうふうにならないように、その動物の駆除っていうことはあんまり好きではないんですが、動物の数の調整っていう意味も含めて今私たちがやっています。その分です。それでは山田さん、本当にありがとうございました。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いします。